3月下旬、長浜では曳山祭りの準備が大詰めを迎えている。北町青海山の稽古場でも子供歌舞伎の最後の仕上げに余念がない。これじゃお揃いが起こっちゃう。顔くっつけちゃいけない髪を。そなた大義ながらいてきてたもん。右左涙をゆっくり拭いて。どうぞ明日のことになされてくださります。4月の声を聞くと、湖北の冬はダイナミックに春へと移り変わる。雪に閉じ込められて毛の日々を淡々と過ごしてきた人々は、春の訪れとともに晴れの日を迎えるのである。それが長浜曳山祭り。祭りは子供を大人に、大人を子供に変える。やんちゃ坊主たちは歌舞伎の稽古を通して大人の世界に足を踏み入れ、大人たちはまた指導を通して過ぎ去りし童心を解雇するのである。ここにも一人祭りに魅了された男がいる。三味線の下村博さん。本職は岩井町の魚屋さんであるが、長浜では三味線のスペシャリストとして知られている。いつぐらいから三味線は？もう10年ぐらいなんですね。きっかけは何だったんですか？やっぱしあれですね、小さい時に曳山芝居出してもらった時のそのこの太竿の音がね、やっぱり残ってますよね。昔から弦楽器が好きでというわけじゃなかったではないです。全然もう音楽は全然ダメですよ。音楽です全然ダメ。やっぱり曳山芝居がある限りにはまあどういう形にしろなんか携わっていきたいなという気持ちがありましてね、できたらこういうものでね、ずっと今後死ぬまで携わっていけたらなとは思っているんですけど。曳山祭りの本番を見損ねた人には曳山博物館がおすすめである。祭りのすべてを体感することができる。ところで、湖北三大祭りの一つとして、また日本三大山車祭りの一つにも数えられる長浜曳山祭りだが、その起源ははるか400年前へと遡ると言われている。豊臣秀吉がこの長浜の町を開いたんですけども、でその秀吉に男子が生まれたことを祝って、この町内に金子をばらまいたんですね。でその町人がその金子を元手にこういった山車を作ったというのが、まあ、そもそものその山車の始まりなんです。実は歌舞伎っていうのは非常に難しいわけですね、子供にとっては。でもその一生懸命さっていうのはね、ものすごく感動を与えて、それを支えている大人たちも、またご覧になっている人たちも非常にこうやっぱそこで拍手が湧くというのがね、長浜の祭りの見どころではないかなというふうに思っています。子供たちの黄色い声としゃぎりの音は、湖北長浜に春が近いことを告げる音である。そして祭り本番に合わせるように湖北の春は突然に訪れ、ゆっくりと過ぎていく。